派閥の裏金事件の後、自民党から離党勧告の処分を受けた安倍派の塩谷元文部科学大臣が離党しました。今後は無所属で活動を続ける考えです。今後の党運営に禍根を残すのではないかなと思っておりますので、どういう理由で、どういう基準でということは本当は明らかにしていただきたかったなと思っています。塩谷氏は離党勧告の処分について、事実に基づいた公平公正な判断がされずに決まったのは遺憾だと改めて強調しました。その上で、批判があるのも承知の上で、言うべきことを言って政治活動を続けていきたいと述べました。塩谷氏は12日に処分を不服とし、再審査を求めましたが、自民党は16日に事実認定に問題はないとして却下しました。